なぜ日本ではレディファーストが浸透しないのでしょうか。レディファーストって女性差別の一つなのをご存知ですか。女性は弱いもの、だから男性が庇護してやらなければならない。これがレディファーストの裏にある考え方です。ですから米国では女性は頼りにならないものとされ、家庭の財布の紐は家庭では男性が握っているのが普通です。どこの国でも財布に紐を握っていないものにお金をあげると無駄遣いが激しいですね。そしてその点、日本では女性の能力が高く評価され、圧倒的な家庭で女性が財布の紐を握っています。だから日本では旦那が無駄遣いをしています。一家を取り仕切る女性をかつてはとじと呼ばれてれ尊敬されておりました。ご自分でネットなどで調べてみると面白いですよ。このような高い女性の地位が日本で得られた重要な根拠は、かつて稲作主体の農業国でありの民人口が人口の大多数を占めていたこと。どこの国でも肉体労働に優れていたものが実権を握ってきました。そして男性は女性より筋肉が 1.5 倍ほど多いので、筋肉労働は圧倒的に男性が有利です。ところが稲作の中でも最も重要な作業である田植えの作業は女性の方が圧倒的に有利なのです。骨盤の構造上、男性はしゃがんだ作業や前こごみの作業を長時間村中の共同作業でする田植え時期には、男性の役割はお弁当を運んだり子守をしたり、丘の上から田植え用の苗を女性肩に放り投げるような役でした。今でもお祭りで田植え作業を模した催しがありますが、その場面は女性方がモンペ姿で赤い派手なタスキをかけ、男性の太鼓や笛の音頭で歌いながら田植えをしているでしょう。昔の田植えの絵を見ても、ですから日本では人口の圧倒的な部分で女性は貴重な労働力として認められていました。だからもちろん娘さんも簡単に手放すわけにはいきません。その結果、日本の多くの村では結婚した場合も初めの子供が生まれるまでは男性が通ってくる通い婚を採用していました。通い婚は決して源氏物語の世界だけではなかったのです。例外だったのは人口で圧倒的に少数派の武家でした。戦では圧倒的に男性の方が有利です。ですから武家では女性の地位は低かったのです。以上のことから、日本では圧倒的な人口の中で女性の労働力は貴重なものとして認められていました。その結果、女性が財布を握ることも自然に認められ、西洋の